で、まあ、この分割統治の考え方でその唐津波の方法というのが成り立っているわけなんですけれども、でそのあのじゃあどういうご利益があるかというのを次 の, あのシートであの定理で示します。でこの唐津波の方法に関する計算量の見積もり定理なんですけれども、次のような主張が得られます。実心エネケタの整数の乗算の計算量は θ の、n のログ3乗ですね。この LG のログは2を定とするログです。まあ、このテキストで使われている記号です。ですので、ログ3というのは2よりは若干小さい数なので、そうすると全近的には素朴な乗算に比べると、まあ、ちょいとだけこう早くなるということを理論的に、まあ、前期的に示すことができます。で以下、その証明について、説明をしていきます。で、まあ、ここの証明ではまずその2の n 乗桁の整数と a と b というのを考えまして、まあ、この2の n 乗桁の整数の乗算の計算量をこの t の2の n 乗というふうにこう表します。でここでまあ、t の1は1ですね、すなわち一桁 の, 整数の乗算の単位を1と思って、まあ、この2の n 乗桁だったらば、その計算量はいくつになるかということを見積もります。それから、今後はそのラージ n をですね、2の n 乗マイナス1というふうに表して使います。で、ここではその、まあ、A と B の2の N 乗桁の数ですね、これをこうかけるわけですけれども、まずこれをこの上位桁 A1 とそれから下位桁 B1、 ごめんなさい、上位桁 A1 と下位桁 A0、 それから B は上位桁 B1 と下位桁 B0 というふうにこう分けて考えます。でこの時この先ほどの唐津波の方法からですね、この A×B の積というのはこのような形でこう分解されておりました。で、この分解されていた時のこのそれぞれの要素の計算量を見積もることにします。そうしますと、まず、この黄色でマークした部分ですね。この黄色でマークした部分というのは、これは実は桁数の半分になって、2の n マイナス1乗桁の整数の乗算がここで3回出てきますよということになりますので、まあ、ここの部分の計算量っていうのは 3×t の2の n マイナス1乗だと。だから t っていうのはこの n 桁の計算量と思うので、まあ、こういう形でこう表すことができます。で、これに加えてですね、この演算をする段階ではその2の n 乗桁の整数の加算が4回現れます。でこれは計算量で言うと、これが 8×2 の n 乗以下で抑えることができます。この下の方のこの理由については、これから順を追って説明していくんですが、この部分、ステップの計算量というのは、この2種類の計算で表すことができますので、計算量もこの2種類の計算の計算量の和ということになるということで、これを和を取るとですね、和を取って全化式を立てると、この t の2の n 乗ですね、つまり2の n 乗桁 の, 乗算を、唐津波の方法では、t の2の n, の2の n マイナス1乗桁の乗算3回と、プラス2の n 乗の計算量の8回分をの和になるということで、最終的にはこの全化式を解いてですね、n に関する式で表すことによって、まあ、計算量の評価を行うと。ということになります。そこで、この 2の n 乗桁 の, 計算量が 8×2 の n 乗で上から抑えられるというのをこれから説明していきます。で、まずですね、この2の n 乗n マイナス1乗桁の乗算以外の計算が何がどのくらい現れているかというのを見てみますと、まずこの a マイナス a1 マイナス a0、それから b0 マイナス b1 の計算ですね。ここはそれぞれ2の n マイナス1乗桁の加算がこう2回ということになります。でこれを合わせて2の n 乗桁の加算1回とみなします。まあこれは
そのなんだ半分の桁の加算2回を、まあ、その桁の加算1回と思うということで、まあ、よろしいかと思うんですけれども、でもう一つこの演算で現れているのは、この括弧の中の部分ですね、この a1-a0×b0-b1 と a1b1 とそれから a0b0 を加えると、でこれそれぞれの数は2の n 乗桁なので、これは2の n 乗桁の加算2回行われていることに、ように見えます。しかしながら実際は次のようなことが分かります。これ実はの数の大きさを見ますとですね、a1b1×10の2n 乗っていうのはまあ比較的大きい数なんですね。10の 2n の乗がかかってるから。一方で a0b0 っていうのはまあこの、2の n-1 乗桁2つの桁の積なわけですね。でこんなふうにこのその実際に数が存在する桁をこう比べてみると、このような形でその10の 2n 乗の桁の数がこう3個存在するわけではなくって、その実際に加算が行われたこの2つ以上の数のこのオーバーラップしている部分なんですね。ですのでまずこの上の a1b1×10 の 2n 乗とそれから真ん中の数のこの下位桁、これは2の n-1 乗桁部分ですね、ここが行われていると。それから、下の方ではこの真ん中の数の下位桁と a0b0 の上位桁の加算が行われていると。これも、2の n-1 乗桁 の加算なわけですね。そうするとこのオーバーラップしている部分を全部取るとですね、実質的にこれは2の n 乗桁 の加算1回で行われているとみなすことができます。で以上のことを使いますと、ここでのこの加算っていうのは、結局この2の n 乗桁の加算4回分ということになりますので、その計算量というのは 8×2 の n 乗で上から押さえることができるということになります。であとはこの全化式をこう解いていきますと、まあ、ずっとこう全化式を遡ってこうダーッと展開していくわけですね。でそうしますと最後までこう展開しますと、ここで t の2の0乗が出てきますけど、 t のこれ1ですよね。 t の1は1としておきました。それから展開されたこの残りの部分は、これは公比3分の2の等比数列の和ということになりまして、それは 16×3 の n 乗マイナス2の n 乗となりますので、ここまでの計算量をまとめますと、2の n 乗桁のこの整数同士の唐津波の乗算による計算量というのは、17×3 の n 乗マイナス 16×2 の n 乗ということで、まあ、結局3の n 乗の項が一番全近的には大きくなるということで、まあ、θの3の n 乗で評価することができます。で、これですね、θ の3の n 乗を評価するしますと、これは2のログ n 乗が n ですから、これログを取ってですね、あと t を変換すると、まあ、最終的にはこの3のログ n 乗が、これは θ の n のログ3乗ということになります。でこの2を定とするログ3っていうのは、まあ、1.59 よりも若干小さい数ですので、だいたいこの数値で上から評価しますと、これが θ の n の 1.59 乗ぐらいというふうに評価することができます。じゃあここまでが整数に対する唐津波のアルゴリズムでして、でまあ、この n の 1.59 乗っていうのがその n の2乗のアルゴリズムに比べてどれだけ速くなるかっていうことなんですが、まあ、桁数が小さい場合にはそれほど効果は出ないようです。で、まあ、ちょっと実分はちょっとそんなにきちんと調べたわけではないんですけれども、こういろいろな人たちの計算している結果を見ている限りでは、計算数ですね、桁数が今のパソコンだと桁数が数十桁ぐらいです と、まだ古典的なアルゴリズムの方が速い
場合があるようですけれども、まあ多分数百桁オーダーになるとだんだんカラツバのアルゴリズムの効果が効いてくるというふうになっているものと思われます。ここまでよろしいでしょうか。